いや、そういえば先週僕先週末名古屋遊び行ってきまして。名古屋？名古屋。また大原麺と。麺と名古屋。麺と名古屋、はい、もう繋がりました。いやいいとこでした、名古屋城。どうする麺、ね、名古屋。あとまだあと二人いて。はい、お相手のキリアンと。キリアンさん、はい。ブルーク君。ブルーク君、ほいほい。ブルーク君、この四人で行ってきましたね、名古屋に。うん、でもドズル、大原麺、キリアン繋がりました。ブルーク君もなんだ。ブルーク君もです、はい。うん、いつもこの4人でね、はい、完全にサウナでしょ。もうすぐつながった、簡単すぎるこの推理。動機がすぐ分かるこれ。いやまあいやでも名古屋めっちゃよかった。いやサウナに行ってきたんですよ、サウナ旅に行ってきたんですけど、4人でそのサウナ部なんですよ僕たちは。定期的にサウナ行ってるんですよ。YouTube サウナ部ね。まあそう、ドズル社湧いて合同サウナ部みたいな。まあ、あんまサウナの話してもあんまみんな興味ないかもしれないんで簡単に話すと、とにかくめちゃくちゃ並んでたんですよ。え？もう外で並びですよ、行列。それ、ね、サウナの、 その建物の外。建物の外。サウナの前。いや建物の外、入場制限。サウナ内で混むのはもうダメなんですよ。もうそうダメなの。そうそう。で、ウェルビーっていう、そう、堺にある、名古屋にあるサウナの、そう、作った人は、そう、異名があって、異名、うん、うん。サウナ界のゴッドファーザーって呼ばれてるんですよ。パパパパパみたいな。サウナ界のゴッドファーザーが作ったウェルビー堺に行ってきたんですけど、でまあそれで、まあ、サウナも良かったし水風呂も良かったし、そんな感じで楽しめたんですけど、結構名古屋も満喫してきて、はい、でまあ、そのサウナ入ったし目的は果たしたんで僕たちも適当に飯屋入ろうって飯屋入ったら、適当に入った飯屋がめちゃくちゃ美味しくて、うまかった、良かった、良かった、そっちで名古屋コーチン、ああ鶏肉ね、鶏肉めちゃくちゃ美味しかったですよ名古屋の。びっくりした本当に。日帰りで行ったんですか、泊まり？日帰りで行ったんだ。うん、でも全然たの、もう一泊二日した気分でした。いやそれ大満足だね、うん、名古屋城まで散歩行ったりして、うん、あそこまで余裕あったんだ、いいね。そう1時間ぐらい散歩して、いいね名古屋城楽しかったな、美味しそう。いや名古屋いいっすね、美味しいものも多いし、まあそんな遠くないしね。いや結構ね、新幹線で1時間半ぐらいですかね。いいな、みんないいな、サウナ部いいな。えボンさんも来ます？今度。遠いのよ。いや一回ちょっとで足伸ばしてみたらいいじゃないですか。だからそこまでのあれがないのよ、うん、名古屋まで、ね、だって、下手すぎたら佐賀まで行こうとするじゃない。佐賀とか北海道とかさ、いやだからその一回来てほしいですけどね。それで言うと今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック、ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。